しいですね。はい、滝です。今回はね、長芋とろろそばをね作りました。僕はもう皮も全部使います。皮も全部すりつぶして一緒におそば作り練り込みます。で、味なんですけど全く問題はない。それはね、そば打つ時に皮をねちょっとね入れる分、普段の水回しに比べるとちょっとね水加減が微妙に難しくはなると思うんですけど、大体今回の打った粉と長芋の皮とお水の量、あの量で基本的にはいいと思います。こういう長芋のね使い方もね、一度皆さんやってみるとねとても面白いと思います。今回は長芋のとろろそばを作りました。それでは次回の動画で、タイキでした。